はい、リペ島の出発点ですね、白原の港です。ちょうど今ね、大きいバスが着いてきましたね。タイ人の団体ツアーさん、多分昨日サトゥーンの白原の近く泊まった人だと思います。で、ここからね入っていきますけれども、まずここで登録なんですけれども、大丈夫かな、登録をここでしてやろうかと思います。今日はワクチン接種証明書の提示が必要ですね。ちょっと待ってね。はい、兄。今日はこんな感じのワクチン接種証明書の提示だけで大丈夫でした。そのね、白原の港のところにはね、こんな風にお土産物線があって、で観光ツアーで来るとね、こんな風に写真が撮られて並ばれるんで、私もね、前来た時に写真思いっきり撮られてサインピースしました。懐かしい。でもね、買わないんだよね。ね、Tシャツはね、この辺にたくさん売ってます。別に買わないんですけど、もうついついポーズを取ってしまうのはサガですかね。うわ、この星イカうまそう、ね、結構ね、名物ものがたくさん売っております。前ね、このエビ味噌を買ったんですけど、これね、機内持ち込みができないんでね、機内預けにしなきゃいけないんで要注意ですね。ね、パクバラの港。今日はいい天気だ。すっごいいい天気です。昨日はね、なんだかんだね、こう外に出ててね、マスクをしてるから、おでこだけがね、日焼けしてね、ヒリヒリしました。ここが白原の港ですね。普通はね、ここで20バーツの、入港料っていうんですかね、それを払う形になります。ここのいわゆる白原港使用料は20バーツで、もしタルタウの国立公園入るときは、入場料、国立公園の入場料かかります。このね、タルタウに入った時の国立公園入場料がね、100バーツといい値段しますので、外国人200バーツか、タイ人価格と外国人価格がありますので、よろしいですね。ここが白原の港になります。で、先ね、分台ボートとかで受付した人はここでもう一回、最終のね、船に乗る前にここでもう一回チケットを出すような形になります。最近ね、11時半の船に乗ると大体のね、ボートがタルタオ島とかですね、あと海島っていうね、あの洞窟とこう穴が見えるようなところが見える、島に立ち寄るような船が多いですね。やっぱり観光ついでに立ち寄ってくれるような形なんでいいかと思います。私がね、いつも使ってるのはこの分台ボートですね。この分台ボート結構ね、大きくて、リペ島からパクバラだけじゃなくて、このね、リペ島からランタ島に向かう船でも出てます。このね、こんな風にどこのボート会社がいつ出てるか、何時に出発するかっていうのも書いてあります。はい、ボートの乗り場の案内です。はい、係とかとかね、ボートが来たということで案内してもらいます。すごいな、大臣の団体さんたちが到着しました。今日はね、贅沢なんですけど、
5人でプライベートというふうなことで8分かすごいな。カーコプンカ贅沢ですけど5人でこの船になります。荷物はねこんな風に置かれるので、で今日はこんな感じの2台になります。まもなく出発、楽しみです。エンジンスタートかかりました。出発です。5人でボートチャーター片道往復かな、往復で3万2000バーツ10万円ぐらいです。船はね一番後ろが一番揺れないんで、船酔いしそうな人はちょっと音うるさいですけれども、こう一番後ろの方に来た方が良いかと思います。前の方はねどうしてもバウンドするんでね、スピードを走行してるときは一番前よりも、一番後ろがいいだと思います。観光地に、ね、近づいてくるとね、一番後ろの方でも、後ろの方というかね、前の方にいた方が景色がいいんでね、気分転換になると思いますから、いいかと思います。船の先端来ました。めちゃめちゃ快適です。超いい天気。タルタオ島のこう砂浜とかもね、見えて、ごっつい綺麗ですね。この無人島っぽいような感じですけども、実際にはね、あの国立公園なんでね、こうホテルとかはありませんけれども、立ち寄ることはねできるんで、今からね、立ち寄ることができる国立公園の事務所のところに行くような感じになります。結構なスピードで走ってますんでね。やっぱり一番後ろで言うとエンジンの音がうるさいから、一番前に来ると静かでいいですね。全然エンジンの音しないです。タルタオ島が見えてきました。タルタオ島が見えてきたっていうか、タルタオ島の上陸できる場所が見えてきましたって言ったら正しいですかね。いや今日もこれ日焼けするよ。またいい、一応ね、今日はもう外の音がね、もう風が強いんで、ライブマイクを取り付けして撮影してます。まあ、ちょっとね安物のマイクなんでね、たまにピーっていう音がするかもしれませんけども、その時はごめんなさい、ご了承ください。ここを確か左に曲がっていくような感じだと思います。あ、見えてきた、見えてきた。あそこが上陸できる場所ですね。わあ、気持ちいい。めっちゃ気持ちいい。朝の10時頃なんで、まだ他のねツアー客とかも来てないですから、すごくいいですね。静かです。カモメさんがたくさんいます。ここら辺のねこう地形もすごいですよね。海の綺麗さも素晴らしいです。ここがねタルタオの国立公園のいわゆる事務所のところですね。すごい水綺麗。到着です。
ふう。こんな感じでね、すごく綺麗な風景が広がっております。このタルタウナショナルパークにまず上陸します。ここはね、こういう桟橋なんですよね。まだまあ前の前方から降りるような形になります。海がね、エメラルドグリーン色の海ですよね。はい、到着しました。はい、タルタウの中入ってきます。まずね、これね、ウナップン熱ポカッティ普通、はい、普通熱です。はい、ここで入場券チェック、まあ、入り口でお金払ってあったんです。関係ありません。タルタオ島、タルタオ島にもね、見どころがいっぱいあるんですけれども、今日はね、ここのどこだっけ、確かここだかな、このここがこのビーチだけです。ここだけ見るだけです。あと他広いんですけれども、船がないと正直行けないところですね。今日はね、タクバラの方、この辺からを見て、ここですね、ここを見て、それからこの海島を見て、でそれから今日はリペ島に行く感じになります。タルタオのこの国立公園のね、船着き場から、まあ、大体この辺りだけ見て、それで終わりなんですけれども、他にね、タルタオ島で宿泊したい人でしたら、前もって予約すればね、この辺にバンガローがあって宿泊することもできますので、もしね、興味ある方はタルタオ島への宿泊っていうのも可能です。ただね、正直、自然だけでね、何もないんで、ちょっとしたリゾートを目的で行くんであれば、タルタオ島はちょっと立ち寄るだけにして、リペ島まで行かれた方が無難だと思います。リペ島はね、他のこの辺のね、他の島と比べてもちっちゃいんですけれども、まあ、その分リゾートがたくさん集まっている場所になりますので、一番おすすめできます。はい、タルタオナショナルパークですね。はい、次に行くのはこっちの、一応お寺あります。社員お寺ですね。はい、まずお参拝しましょう。はい、さーっと、で次にこっちの方に行くとタルタオ島の、なんていうんだかな、看板があります。このね、島に来るのがいいんですよ。この白砂見てくださいよ。これタルタオ島でね、宿泊する人は本当にこうね、この時間帯はね、結構観光客の人が、リペ島に行く船がタクバラ出発して、でそれからタルタオのここに立ち寄って、で海島というところに立ち寄って、でそれからリペ島に行くっていう船が基本的なメインですね。でそれが、まあ、基本ルートだから、大体、船はタルタオ島の立ち寄るようなルートになってます。繁忙期になるとね、直行便が出たりするんですけれども、今の時間はそんな感じですね。ここがタルタオナショナルパークの、看板です。団体さんはね、必ずここで写真を撮ってます。いやー、しかしね、本当にこのね、白い砂浜最高ですよね。あ、ちなみに、泣き砂です。かかとをね、沈み込ませるように歩くとキュッ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 泣いてます。いや、っていうかこの白さだからね、サングラスしてないと眩しくてね、白飛びしちゃいますね。はい、タルタオナショナルパークのメインのところになります。素晴らしい。いや、キュッキュッキュッ砂をね、鳴らしながら歩くのが最高にいいですね。多分私だけね、一人ここ真ん中まで来てるんで、他の人めっちゃ迷惑してると思います。うん、キュッキュッキュッ、お
すんごいキュッ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 鳴いてます。こんな感じでね、皆さんこうおのおの楽しんでますね。これね、ジャンプした写真をいっぱい撮ってますよ。私もさっき撮っちゃいました。皆さんね、スーパーモデルだね。プリティーになってますから。プリティーよ、ようですよ。プリティーめっちゃいっぱいいますね。こういう時だけはね、皆さんもプリティーになりましょう。だいぶね、観光客増えてきたんで、次の島にもう先回りして行っちゃいます。そうしないとね。このね、皆さん団体さんがね、この後同じような場所にね来ますので、私たちは先に行きたいと思います。いやー、しかしすごい綺麗です。タルタオ島バイバイ。ほんのにね、15分ぐらいですけど、ちょっとだけでもやっぱり見れるっていうだけで違いますよね。おう、違うところについてるんだね。ディオマディオマ。船が来るまでちょっと待ちましょう。団体さんが来るとね、こんな感じで皆さんね、スーパーモデルになりますから。この砂浜の大きさがすごいよくわかるかと思います。誰もいないとね、こうなかなか砂浜の大きさってわからないんですけど、こうやって人がいるとね、砂浜の大きさがわかりますね。はい、タルタオ島からお伝えいたしました。この後は海島っていう島に行きます。はい、タルタオ島のさらば、次の島である海島に向かいます。海島の近く聞いたらまた動画回したいと思います。はい、海島到着しました。船客が一組いらっしゃいますけれども、人数少ないんでいいかと思います。ここがちょうどね、真ん中に穴が開いた洞窟のある海島ですね。到着です。もう水がね、すっごい綺麗ですね。透明度抜群ですね。こんな感じで、このね、この岩場のところがちょうど穴の間場所になります。こんな感じでね、すごい綺麗ですよ。このね、これが本当のエメラルドグリーンというんですかね。素晴らしく綺麗です。いや、もう白砂が眩しい。こんな近くに止めていいんでしょうか。こっちの方に止めるかと思いましたけど、このところに止めちゃって大丈夫なんでしょうかね。ここがね、一番のメインの見どころです。イカリが投入されました。ただいまバックで島の近くに向かっております。前来た時よりもだいぶ満ちてはいますけれども、無事に穴の場所を見れるかと思います。これね、満ち潮になるとね、この穴まで塞がっちゃいますんでね、気をつけなきゃいけません。ただこれはね、もう本当に時期的なものとか来るタイミングによるんでね、分かんないですよね。ここですね、ここがメインの見どころの穴になります。
素晴らしい。やな、はい、島に到着しました。じゃあこの後降りてじっくり見たいと思います。到着です。ね、ここはね、海に一旦入らなきゃいけないんで、なんか濡れますけども仕方ありません。はい、はい、海島到着しました。船ね、こんな感じでね、後ろ向きに到着しましょう。ここにはね、もうここのね、ここでこのホラーなところで皆さん写真撮影しますんでね、なかなか人があるタイミング、人がいなくなるタイミングっていうのはあまりありません。人がいないタイミング見るならば本当に早くに来るか、もう、ね、誰か来ない時間帯をまで待つか、どっちかしかないかと思います。こんなね、すごい綺麗ですよね。こんな感じでね、こういう風に今の時間帯だと反対側から見た方が綺麗に見えるかもしれませんね。よいしょ。ちょっと人バレしました。こんな感じですね。今人を反対側から見て人がいなくなるタイミングで撮影してます。もうそろそろね、もう人が来るんで、ちょっと反対側からもさっさと撮影してしまいたいと思います。今ならね、誰もいないんで。よいしょ。3人、今誰もいなくなりました。今のうちです。写真撮るなら今のうちです。はい、回答を後にします。こんな感じでね、皆さんね、こうおのおの写真撮影を楽しんでます。はい、リペ島まで来ました。もう少しでね、リペ島のビーチの方に来ますけども、こっち側がですね、サンライズビーチですね。サンライズビーチ側の方になります。でここの半島をぐるっと回っていくと、ボート乗り場があるパタヤビーチという方に向かいます。ちょうどね、この半島をぐるりと回ったところがパタヤビーチですね。結構なんだかんだでやっぱり外の海まで来るとスピード出ると揺れますね。ちょっとね、画像 見苦しいかと思いますが、ご了承ください。結構揺れてます。ここをぐるーっと回るとパタヤビーチというビーチが見えてきます。いや、いい天気です。今日も雲がね、出てきてるような感じですけど、今日のね、お昼からはホテルの視察とかが入ってますので、まあ雨降っても大丈夫かな。シュノーケリングとかでね、そういったアクティビティの時は晴れてくれるとやっぱり助かりますね。パタヤビーチが見えてきました。こんな歩いていけるんですけれども、結構こうやって見るとね、このビーチも広いです。こんな感じですね。最近はね、もう桟橋がね、新しくできたんでね、浮島桟橋って言ったらいいかな。この右の方にあるところはね、これ文田屋のボートのところですけども、少し横に行くとウォーキングストリートがあるんで、ウォーキングストリートのところにも、船着き場、桟橋が新しくできてます。今日はどうなんかな、あるかな。文田屋ボートの方の桟橋はちょっと見当たらないというか、陸揚げされちゃってますね。こっちの方どうなんだろう。こう見えない感じですけれども、繁忙期だけなんですかね、このボート桟橋ができるのは。それでも今日はね、4月の下旬で、ね、5月からはローシーズンというふうに言われているので、どうなんだろう。
ダイビングのでっかいボートもね、いますね。こんな感じでね、右側がブンダヤビラ、それから真ん中にここがマレーシアから来た場合は必ずここですね、イミグレーションがここにあります。だからマレーシアからランカウイから来たら、ここタイリペ島に来て入国することも可能です。今はねちょっと閉じてるんで無理ですけれども、以前の時はねここで入国して、島巡りしながらタイに入ってくることもできました。ブンダヤビラがあって、あとホタガンホテルがたくさんあるみたいな感じですね。今日私たち宿泊するのは、アキラリゾートホテルっていうところに宿泊します。この辺ですかね、多分楽しみです。こっちのビーチね、パタヤビーチの方は意外とちょっと高級っぽいホテルがたくさんあるのでいいですね。はい、パタヤビーチ到着です。浮島桟橋ありますね、よかったよかった。こんな感じですけども、浮島桟橋、これね昔なかったんですよね、この桟橋ね。こういうのができてね、海に入らずに行けるようになったのはすごいいいことですね。いやー、しかしここの海ほんと綺麗ですよ、このリペ島。いや、私ね、もうタイの中でね、このリペ島の海がね本当に感動するぐらい綺麗だったんで、で近くのね島巡りツアー行っても本当にね、そのサンゴとかがすごいんで、ぜひぜひ皆さんね、こうリペ島の方一度来てみてください。ダイビングされることはね、タオ島がすごい有名ですけれどもね、ちょっと私まだタオ島行ったことないんであれですけど、そちらの方もかなり海が綺麗っていう風に聞いているので、ちょっと行ってみなってね、今度時間があれば行ってみたいと思います。パタヤビーチです。リペ島のパタヤビーチになります。じゃあ降ります。降りるときはね、こんな感じで、よし、綺麗な桟橋だ。この、ね、後ろから降ります。前から降りるのもね安定して楽ですね。ただこの木桟橋ね、意外とねフラフラとしますので、足腰悪い方はね必ず誰かに手を持ってもらってね、歩くようにしてください。年配の方だとね、こういうのがやっぱ怖いっていうふうに言われますんでね、気をつけるためですよ。いやー、しかしリペ島は綺麗です。今回来たボートです。お昼のね12時ぐらいですね。もうさんさんと輝く太陽、白い砂浜、青い海、最高ですね。はい、海降りてきました。ここら辺にもねボート乗り場がありますね。でサトゥーンイミグレーションオフィスもありました。イミグレーション電話番号、リペ島わかるんですけど、このブロン島ってのはどこだろう、ちょっとまた見てみたいと思います。はい、じゃあこれからホテルに移動します。でもホテルまでビーチを歩いて移動しております。今日の宿泊はアキラリゾートリペってところでございます。多分道路を通っていくよりもパッと歩いた方が早いんですよね。じゃあ海のせせらぎがすごいいいですね。多分ここがアキラリゾートだと思います。かっこぶんか、こっちの方らしいです。いや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 、どうしたどうした、なかなかいいですね。夜になるとね、ここら辺が美しく広がるんでしょうね。アキラリペホテルになります。今日日曜日だからでしょうか、お客さん誰もいません。サワディカ、サワディカ。
到着しました。ちょっとねホテルのチェックイン手続きしたいと思います。